さんこんにちは。プランツガーデンパラダイスです、以前徒長させてしまった我が家のハオルチアの動画を、以前といっても2020年5月に動画にしたんですけれども、その後の現在の様子と、今回は久しぶりに新しい陶器の鉢に植え替えをしようと思います。これはその時の2020年の徒長したハオルチアオブツーサマスカットという種類です。今からちょうど4年前ですね。室内で、最適な場所を求めて何度かあっち置いたりこっち置いたりして置き場所を変えているんですけれども、徒長してしまったり蒸れてしまったりしながら、この時はまだ最適な場所を探し出せていませんでした。そして4年後の2024年、6月現在です。今から植え替えをするために少し前からお水を切っているので若干潤い不足なんですけれども、形が上に伸びずにお花のようにね、ちゃんと横に大きくなってきました。ハオルチアは一旦形が崩れると戻るのにすごく時間がかかるような気がします。はい、こちらは数自体も増えているんですけれども、形もね、徒長せずに綺麗にお花のような形に戻ってくれました。これもね、ある程度綺麗な形になりました。ちょっとピンボケてますけど、ギザルは小株がね、すごくたくさん増えてくれて、なんか鉄火のようになってきています。では、この4年間じゃあどんな場所に置いて育てていたかと言いますと、ここですね。室内の南向きの窓の一番、窓側です。はい、これで持っていたコード計がちょっと最近壊れてしまったので、スマホの無料アプリのコード計で明るさを測ってみます。このアプリはルクス01という無料アプリを使いました。ちなみに計測したのは午前11時、天候は曇り、室内は明るいんですけれども、よく晴れた日よりは若干暗いという状態です。はい、一番窓側に近いこの場所で400から500ルクスぐらいですね。室内で育てられる植物の、最低照度というのがだいたい400から500ルクスと言われています。だからね、窓際の最前列だけが我が家では適した照度ということになります。晴れた日はもう少しあると思いますけどね。はい、この場所は2020年にハオルチアを置いて育てて、徒長させてしまった場所です。はい、2024年現在のその場所の照度を測ってみます。棚がね、新しく変わってしまっていますが、同じ場所を計測しようと思います。ここですね。はい、
55ルクス確かに壁があるので多少暗くはなりますが、窓の近くだったから大丈夫かなと思ってたんですけど、まあこのレベルだと徒長するはずですよね。4年前は照度計自体を持っていなかったので、アプリとかもなかったですしね、あったのかもしれないですけど知らなかったので測ってみようとも思ってなかったです。で、4年前はさっきの場所だったんですけれども、それよりさらに前にハオルチアを置いていたのはこの場所です。この棚の上から2番目ですね。ここでは結構こう綺麗な形を保っていたんですけれども、それでも今見ると100ルックスにも満たないですね。68、今後もね、自分が育てられる環境でできる限りの環境を作ってあげるしかないかなと思っています。はい、では植え替えに適した季節なので、今回は使っていない湯飲み茶碗を鉢代わりにしようと思います。これは陶器で作られていて、とても綺麗な色をしています。形もね、ハオルチアを小さめに育てるにはいいサイズかなと思います。ちょっとね、いただき物なんですけど、色がねすごく綺麗ですよね。鉢底穴がでもこのままだと開いていないので、穴を開けるところからやっていきたいと思います。陶器でもね、結構簡単に穴が開けられます。ちょっと材料必要ですけど、よかったら参考にしてご自宅などでもやってみてください。はい、用意するものなんですけど、まずは厚手のタオル、これはバスタオル、使い古したやつですね。もう捨てるか掃除用に取っておいたものです。どうしてもね、穴を開けると破片が飛び散ってしまうので、捨ててもいいようなものを使った方がいいと思います。はい、次に、鉢底穴を開けたい容器ですね。今回は湯飲み茶碗。私は陶器であればお茶碗のような形でもやったことがあるんですけど、全然大丈夫でした。磁器とかね、白い磁器とかガラスは試したことはないんですけれども、ちょっと今回のやり方ではもしかしたら割れてしまうかもしれません。ちょっとやったことないんでわからないんですけど、はい。後で説明もしますけれども、陶器でもね、大丈夫って言って力任せにやると割れてしまうこともあるので注意してください。はい、次に必要なのがマスキングテープです。何もなくてもいいんですけどね、ガムテープでもビニールテープでもやったことあるんですけど、全然代用できました。これはね、何のためかというと、割れた破片が飛び散るのを少しでも防ぐために使います。内側にも貼るとさらに内側にも飛び散りにくくて、このタオルにもつかないっていう利点もあります。ちょっと硬くなるので私は今回は内側には貼りません。次にセンターポンチというものです。これ園芸用とかではなく、もともと釘とかネジとかを打つ時のガイドとして、木とかにね、ドリルで穴を開ける時の目安の穴として開けるものなので、普通にホームセンターとかにも売っていますし、なんか調べると100均とか、インターネットモノタロウとかね、言っていいのかなでも500円以下で売っていました。持つところがある程度太くて、これのようにね、先端が尖っているので、キリとか細いものよりも打つ時にね、力加減がしやすかったです。最後に、ハンマーですね。
打つ時のね、金属の、あの鉄製の重いハンマーが適しています。あのよくねゴム製とか木のハンマーとかもあるんですけれども、ちょっと力が足りなくて難しいかなと思います。あのだからといって持つのが大変なぐらい重い鉄製のハンマーだと、あの打ち込む時にね加減ができなくて割れてしまうことがあるので、まあ自分が自由自在に扱えるぐらいの重さの鉄製のハンマーを用意してください。では、実際に穴を開けていくんですけれども、水はけを良くしようとできることなら2箇所3箇所と穴を開けたいところなんですけれども、1箇所だけでも開けた穴の周りにね、あの陶器もちょっと薄く割れてしまうので、湯飲みの大きさだと鉢底穴は1箇所以上は難しいかなと思います。力加減なんですけれども、私は最初は軽く打ち込んで、少しでも、くぼみができてくると少し強めに打ち込みます。強めといっても全力では打ち込んでいないです。小さな穴がちょっと開いたら何回か見直してね、開いている様子を見つけたら様子を見ながら打ち込んで、センターポンチが一気に深く刺さるのを防ぎます。一気にやってしまうとね、割れてしまう可能性もあるので。はい、穴が開きました。内側はどうしても周りも少し割れてしまうんですけれども、鉢としてね使ってこれが原因で割れてしまう、全体的に割れてしまうということはありません。穴の周りはねちょっと切れやすくなっているので、手で触る時などは注意してください。では残りも開けていきます。力加減にもよるんですけれども、だいたい私の場合だと70回ぐらいで小さな穴が開いたなって感じで開いて、もうちょっとそこからやっていって100回目ぐらい、数えてないですけど100回目ぐらいでちょうどこれぐらいの穴が開きました。これで全部、5個全部の湯飲みに穴が開いたので、今からハオルチアを植えていきます。はい、植え替えの手順はね他の多肉植物とかと同じなのでサクッと進めますが、ハオルチアの植え替えで注意する点は、根はできるだけ切らないということと、植え替えたらすぐにお水をあげるという点です。このオブツーサは、2年前の秋に一度植え替えているので、まだあまりね根を張っていないと思うんですけれども、伸び伸び大きく成長してほしいので、今回分けて植えます。これね一つの塊じゃなくて3つに分かれているんですよ、最初から。オルトラン DX とスーパーロング413を、
肥料ですねを2粒入れておきます。植え替えにあたってね、お水を控えているので窓の輝きが全くありませんが、以前より徒長した姿じゃなくなったのでとても嬉しいです。今後はね、この姿をキープしながら大きくなっていってほしいと思っています。はい、これで残りの植え替えもすべて終わりました。鉢が湯飲みだけでは全然足りないので、残りは普通の鉢なんですけれども、全部新しい土に植え替えています。ギザルとかね、小株を取ったらもうボロボロとちぎれてしまったので、あまり細かく分けずに2つぐらいに分けるだけで小株もそのまま親株と一緒に植え替えています。他にもね、花鏡、花鏡って読むのかな、ちょっとわかんないですけど、去年植え替えをしたので、今回は植え替えていないけれども、この大きな鉢で綺麗にしまって育っているものもあります。はい、ハオルチアは直射日光では葉焼けしてしまうんですけれども、かといって室内の窓の近くで人間の目には明るく見えるような場所でも、ハオルチアにとっては光が足りなくて徒長してしまうっていう、私のようなこともあります。今回ね、照度計の数値で徒長しない最低限の数値が分かったので、参考になれれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。